はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ続きをやっていきます。魔法王国アルテナを目指して、とりあえず、雪の都エルランドに上陸したところですね。で、植木鉢があるんで例によって植えていきましょう。アイテムの種から使えるものはどんどん使っていく。ポロビンの油わかんねえ全然経験値増えねえ。アイテムボックスのレベルはそんなに高くならなそうだね。多くても5とかそんなところで終わりそう。で、金色植えて神秘のクッキー、あと少し、もう一個くらい金の種が欲しいけど、じゃあもうここは用はないんで、これだけ回収して10円、外に出よう。霊下の雪原、ここの洞窟みたいなところを目指せってことか。この雪原の先に氷壁の迷宮があるんだよな。氷壁の迷宮、アルテナ育ちの私でもこの寒さは無理。早く行くわよ。あれ、アルテナに行くんじゃないので、ちょっと待ってね。サラマンダーの力を得たから、ここはどう考えてもフレイムセイバーが欲しいところだけど、12か足りねえな。アンチェラはファイアボールくらい覚えさせておきたいな。全く力上げてないからな。ファイアボールプラスになると15、エクスプロードも15か。ファイアボールまで覚えさせておこう。9、ここまで使います。ハードマジック、力5、アブソーブ、強攻撃ヒット時マジックパー1回復。あ、これ結構いいかもね。撃破マジックプラスよりはアブソーブの方がいいんじゃないか。強攻撃やってくれるかわかんないけど、マジックパワーアップはだってもうあれだよね。まあこれでいいか。で、シャルロット、シャルロットのセイバー系は15か、今が12 13 14 15、これでフレームセイバーがいけんね。7使うのか。ギュランはそのままでいいや。セイバー系かぶってるからねこの編成。フレームセイバーを使ってみたいけど、まあ、まずはこいつは普通に倒そう。でシャルロット、一回シャルロットにして、でフレームセイバーなんて使えないの。戦闘にならなきゃ使えない、継続しないんだ。でフレームセイバーをデュラン、デュランにして半減だ。ひどい、こいつらには効かないウィザードには。ポトはポト、いやなんかわかんない、弱点じゃなくね。でセイバー系はあれだね、戦闘が終わるともう溶けちゃうね。あれ、こっちから来て、こっちへ行こう、細い道、氷の上に宝箱、天使の聖杯、これだけか。で291%あるんで使ってはいくか。 あそこに何かいるね、サボテンくん。こっちでいいかな。サボテンくん見つけた。
え、次のご褒美 10% 安く買い物できる、それすごくない？あと4回見つけたらいいものあげる。もう光ってんだけど、え、なんで？そういうものなの？魔法王国だから。ウィザーが結構厄介だから、こいつに扇風機を使おう。わざわざこっちに来たか、サハギ。巻き込まれるだけだというのに。敵弱いな。これはあれだな、レベル29でしょ今。やっぱりこっちの方が先だったんだね多分。砂漠より、その分こっちはサクサク進めそう。こっちはレベル25とかだもん。こと圧倒的戦力差で敵を投げ払う。百裂盛りなど効かぬわ。そしてまたこっちもレベルが上がりそう。宝箱、モグかぶり。あれ、モグかぶりってあるよね。売ろう、金にしよう。装備品は売れば金になるんで、回復はまだ大丈夫。ウィザードはやっぱり魔法系は。いって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 、ただし耐久度は低い。めちゃくちゃ魔法使ってるな。ダイヤミセンターに逃げよう。あ、女神像がある。さらに強い相手と戦える。一応回復していくか。で、橋を渡って悪君とかですけど、ドラゴンみたいなのに進化するのかな。その場に倒すけど、うわ弱い。ザコ、あ、ありません。ザコがめちゃ固まってんな。使いて、こういう時は使う扇風剣。簡単に一掃できんな。いやマジ雑魚だこいつら。あ、またサボテンくんがいる。こんなに早く。あと3回、5体ずつアイテムがあるね。いける、いける。まん丸ドロップ。こちら拾い食いしてばっかだな。こちらめっちゃ跳ねてくる。サーブコー銀色のアイテムだったね。寝てんな、寝てるとこ申し訳ない。生きて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 。セイバー系ってそういえばさ、なんか自動的には使ってないのかな。回復はね、さすがに使ってくれるけど。どっちだ、とりあえず回復しとこう。こっちか、あっちか。いや、いいね、強いぞ俺たち。あれ、また女神像がある。また女神像があるってことは、ちょっとあっち側も行きたいな。ウィザードを支援するか。アンテナがまずい。シャルロット回復はしてくれない。あ、ひどい。いいね、宝箱まん丸ドロップ。ちょっと向こうへ行きたい。戻ってこっち側広場。
人数多かったからな。ボスがいるかもしれないんで、技のやつは本当にしておこう。で、こう来て、あれ、なんかある、なんかあるけど行けなくね。これ何、塔みたいになってるけど、アイテムの種、ただのオブジェクトか。こっちがアルテナか、もしかして。でアルテナは別に今用ないよっていう看板がないね。こっちアルテナみたいな、一応覚えておこう。あれ、縦札ここか。いや違うな、縦札がもう壊されてるんだ。なんか今ちょっとアイテムが見えたから回収だけしていく。でこの細い道の方だよね。で女神像があって、回復だけしてこっちへ行く。やはりボスか。あいつはジンのところにいた黒い騎士じゃねえか。この鎧あったかいのかな。もう諦めろ。お前たちがローセズと我々がマナストーンのエネルギーを放出し聖域への扉を開いてやる。そしてマナの剣を我らが竜帝様に捧げるのだ。竜帝だと、でたらめ言ってんじゃねえ。俺の親父が命を捨てて戦い、竜帝は底知れぬ穴へと落ちて死んだはずだ。ふざけんな。お前デュランか。なぜ俺の名前を知っている。てめえ誰なんだ。出た、消えるシステム。あ、こいつら見たことある。3体に増えてるし、どこかで見たと思った。よし、まずは使おう旋風剣。あの野郎はアルテナの人間だったのか。3年か、結構1回でいって、まず1体破壊しよう。復活はしないよ、さすがに。ビルベンじゃねえから。え、なんで、ちょい待って待って待って、石化してるし。そして死にそうだ。ヒールライト、ヒールライト。死んでる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 。一回車線から逃げないと。で使って、使ったらデュランに帰る。またってか、プイプイソー使えてなかったんだな。よし、 OK、 大丈夫、回復してくれ。シャーショット、セイバー系はなんか意味あるか。ここ間違えたこれキャンセルできないの。シャーロット、シャルロットは必須回復だな。頼む。いや、まず一体破壊しよう。車線から逃げつつ、誰ちょ、まんまるトープで消していこう。シャルロットが回復してくれるはずだから、死なない程度に回復する。よし、ナイス。死んでるし、一回逃げる。天使の聖杯めちゃくちゃ重要だな。この角度でやろう。これだけ入ってる、みんな入ってて、 あとあれだ、他の二人も技使おう。ピンチだけど、すまん、頑張ってくれデュラン。あれ倒した、よし、ナイス、ヒールライト。てか死んでる、シャロット。ヒールライト打って、
間まだまだいっぱいあるよな。まんまるドロップ、よし倒した、あとはお前だけだ。自爆とかちょっと待って、いったあ、違う、まだ届きてない。めっちゃ巻き込まれた、ひょった、ひょったね。これはもうこのまま攻撃でこう、ケチってこう。いまいち弱点がわからないからな。ライブラじゃあ自爆すんのかよ。倒したと思って安心しちゃったよ。逃げろ、お前ら何やってんだ。早く来いこっち。ガラクタが独占。よし、レベル上がんない。これオッケーオッケーオッケー。31、これはいいぞ。しかし竜帝がもし生きているとしたら、俺の親父は無駄死にしたっていうのか。くそ、俺は信じねえ、信じねえぞ。ルナストーンはすぐ近くにありそうだよ。精霊の気配も感じる。急いで行ってみましょう。フェアリーはマナストーン優先だな。デュランがこんなに落ち込んでいるというのに、何の励ましの言葉もない。早くマナストーンを探せと。わかりました。今は干渉に浸ってる暇はない。氷壁の迷宮で、最近の傾向からしてなんかちょっと手前にボスがいて、マナストーンのところにはボスがいないっていうのが最近の流行りだからね。ここはフレームセーバーやっぱ使って、最初シャルロットにしておいて、あれ、そうだ、やっぱりもうマナストーンだ、早っ。エネルギーは解放されてるけど、それだけ聖域への扉が開きやすくなってるってことなんだろう。俺たちには好都合じゃねえか。いっそこのままアルテナが全部解放するのを待つってのは。ダメよ、この調子で次々とマナのエネルギーが放出されてしまったら、たとえ聖域の扉が開いてもマナの木が枯れてしまって二度と取り返しがつかなくなるよ。エネルギーが放出されたことによって、この場所のマナの力がどんどん弱まっている。このままではマナストーンの封印が解けて神獣が復活してしまうかも。彼らが悪しき心でマナストーンのエネルギーを全て放出してしまう前に、精霊たちを見つけて聖域の扉を開き、マナの剣を手に入れなければならないの。分かって。怒られちった。そうか、ごめん。分かってくれればいいの。さあもう少しよ、頑張りましょう。さっき落ち込んでるところ何にも励ましてもらってないのに。オンディーネ、どうしたの、具合が悪いの。ちゃうねん、ええ話やわ。アンさんたちの話にめっちゃ感動しとったんよ。マナが少なくなったせいか最近どうも涙もろうて。よっしゃ、うちも女や、任しとき。アンさんたちに力貸させてもらいましょう。よろしゅう頼ませ。水の精霊ウンディーネの力を得た。これで水属性解放。火と水の精霊を味方につけたが、次はどこへ行けばいいんだ。それならフォルセナの南東にある月夜の森を目指しましょう。月夜の森ってどんなところなのかしら、楽しみだわ。サボテンくんがいる、こんなところに。今回かなりサボテンくん見つけたな。なんか敵がいたけど、
奥はまだ先か。神獣が復活してから行くのかな。月夜の森って言ってたよね、月の精霊。またこのままこれ徒歩で帰んなきゃいけないんだよね。ルーラー的なものはないから、まお金ためプラスレベル上げをしつつ行きますか。いや、やっぱり火を先にクリアしたからめちゃめちゃサクッといける。ただ月夜の森はもう2つクリアしてのあれが前提なはずだから、今日は割ってこう。でこっちだよね。セイバー系がもっとサクサク使えればな、いいんだけど。ウィザードはやっぱりね、やっぱり魔法はやっぱりね、先に始末しておかないと。魔法もだいぶ連発できるようになってね、ダブルアタックと当たってなくね。俺たちの敵じゃなかったな。逆から行くことによって取り逃したアイテムとかを発見できるかもしれない。ザクバ、ここの金の女神像いらなくないか。大して意味ないよね、すぐあるから。まあでも使えるものは使っておこう。ついてきていって、ビビルゲートを設置されるとかなり食らう。やはりお前は先に始末しておく。ウィザード、さて戦闘開始前に扇風券を。範囲が広いからいいね。いや一層だよ。アンジェラとシャルロットは完全に単体用の攻撃だからね。そうだ、目をつぶつけても勝てるね。あのアイテム欲しい。よし、 OK。 魔法のくるみは貴重。で、どっから来たっけ。じゃあこっちへ帰るんだ。アルテナは結局寄らないんだね。ウィザード、イビルゲート、させん。やらせはせんよ。いちいち喜んでないで、先を急ぐぞ。弱い、マジで弱いこいつら。さてここへ戻ってきて、でもう用はないんでさっさと出ましょう。でピーヒャラブへ。うわすぐ雪原してるね。次は月夜の森だ。頼んだぜ、ブースカブ。人参はかなり強いって言われたでち。怖いでち。シャルロットは食べても追いつくないでちよ。どこだ、わかんねえ。とりあえずこっちの方進んでいこう。どっから上陸するんだ。
こ黄金の街道でしょ。え、どこ。月明かりの都ミントス、ここなんだ。上陸しよう。ちょ、みんな友好的なのかな。月明かりの都ミントス。あ、てか普通に人間が住んでんじゃん。獣人ではないよね。だって夜になっても、いや夜かどうかわからない、月明かりの都だから。獣人がいるって聞いて警戒してたけど。そうだね、敵意は感じられないわね。その通りだ。ちょっと話してみよう。少なくともここにいる獣人は安全みたい。獣人なんだ。でも月夜の森は獣人たちの森、リストキングダムの獣人たちは人間に対して敵意を持っているから下手に踏み込まない方がいい。少なくともここにいる獣人は安全みたい。俺たちに敵意を持ってない獣人もいるってことか。だが月夜の森の獣人は人間を襲うはずだ。油断するなよ。なぜそう言える。見てきたかのように。宝箱、お、黄色2個、いいね。ちょっとこれ成長させたいな。銀色、なんだめちゃくちゃ落ちてるぞ。もっとくまなく探索してれば種も結構集まってるっぽいけど。月のマナストーンが置かれた月読みの塔がある。この森がいつも夜なのは月のマナストーンの力が関係している。あ、そうか、ビーストキングダムってずっと夜だから基本獣人化できるってことか。まず武器から。いらっしゃい。1万円いい商品揃えてるよ。ちょっと待って、どういうこと。たっけえのがある。いや、たっけえのがうっしょ、そりゃなかなかの品だな。ただ金が足りるか。大事にするわね。足りない。やはりさっきの売らなくては。まずモグかぶりから売ろう。645円、それなりだな。30円とかサークレット。え、なんでこんな安いの。3800円じゃ買えないっしょ。で、売れるもんは売ろう。これでまた1万円。いい商品揃えてるよ。4500円使うからな。いい仕事してるち。またのお越しを。防具の方がちょっとね安い傾向にあるから。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。だいたい3000-9000円あれば全員分揃えられるけど、これも売っても8500円か。なんか道具でいらないのとかある。いや、そんなに数を持ってるわけじゃないからね。これで300円とかでしょ。 今300円でも有効か。60円にしとこう。1個3000円はしなかったはずだよね。いい商品揃えてるよ。だよね。結果買えそうだな。気に入ったぜ。ってかさ、売れば大丈夫か。バディドレス3000円する。これだけあと60円足りない。売ろう。あ、ここら辺全然売れんじゃん。で、買って、いい商品揃えてるよ。これモーグリスモック。お目が高い。ワクワクくそ、だいぶ金をむしり取られた。残しとこう。まだのお越しを。こいつら買おうとしてんのか。俺が金策をして話せない。金策をしてようやく手に入れたというのに。で、アイテムはまだ大丈夫だから、例によって宿屋で今回ちょっと先にこれを植えておこう。アイテムの種2つ、デーモンの爪、バッドムの瞳。よし、レベル3。そうか、敵が種をドロップしやすくもなるんだ。で、銀色3つ植えちゃって、腕はシェイドの像、金運アロマ。いや、全くたまらん。チビデビルリング、ランプの花の腕は指輪か。え、ここら辺どうなの。指輪もでも売れば金になるよね。精霊のでは、ランプの花はモーグリ眠りを向こう。まあ一応取っとくか。
というわけで、じゃあセーブをして今回はここで終了したいと思います。次回は月の精霊を探しに行きます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。